はい、鎌倉幕府が滅びましたね。鎌倉幕府が滅びた後、直ちに京都へ戻られた後醍醐天皇。後醍醐天皇は幕府によって擁立された皇后の天皇ですね。この皇后の天皇の存在をお前はいらんと否定されてしまいました。つまりこの時に一旦皇后天皇は天皇の地位を失われます。このことによって一旦後醍醐天皇だけなんですね。でその他に摂政や関白というそれまでの地位ありますよね。これも一切置かない、置かれずに天皇申請のもとで全ての土地の所有権の確認には天皇の命令書である臨時ですね、この臨時を必要とさせるなど、天皇にあらゆる権限を集中させるような政治を始められました。しかしですね、それを始めたんですよ。そしたらあまりにも多くの案件が自らに殺到してしまったんですよね。いやちょっと待ってくれと、さすがに慌てた後醍醐天皇は現実には中央の機関として行政や司法などの重要な政務を司る記録書、あるいは土地に関する訴訟を扱った旧幕府の引き付けに相当する雑訴決断書、こういったものを設けます。でこの他にもですね、北条氏を滅ぼしたあの勲功、まあ、ご褒美ですね、これを対する恩賞を定めた恩賞型、あるいは軍事や警察を司る武者どころ、こういったものを置かれたほか、地方に対してはこれまで通り国司、幕府、これは朝廷の役人ですね、それと守護、これは幕府の組織だったんです。これをそのまま置きました。でまた後醍醐天皇は幕府をね、鎌倉幕府を滅ぼしたといっても自らは軍隊を持ちなかったので、自分の息子ので同じように倒幕に参加した森永親王、彼を征夷大将軍に任命されたんですね。そして旧幕府の本拠地であった関東や東北にはそれぞれ鎌倉将軍府、あるいは陸奥将軍府といった組織を置きます。これらはすべて後醍醐天皇が任命されたということで、ご自身に権力を集中させることでまたご自身の軍隊を常備されると、そういったことでご自身の地位を固められたんですね。でこういった後醍醐天皇によるこれらの新しい政治は幕府滅亡の翌年に年号を改めるんですね。その新しい年号は何ていうかというと建武というんですよ。でこの建武という年号から後醍醐天皇による新しい政治のことを建武の新政と言います。